どうした、お前たち。あ、いえ、ただ朝日を見ようと。皆さんは？軍議の後、殿に呼ばれてな。酔いざましだ。それは大変でしたね。太陽は東より昇り、天下を照らす。我ら孫悟を表すかのようだ。太陽は沈みますよ。だが、必ず昇る。新たな活力とともに。ところでお前たち、何を話していた？孫悟の未来について、いろいろと。うん、な。そうですね。いろいろとです。リクソン、シュゼン、孫悟の明日を照らす朝日となれ。それが若きお前たちの使命だ。うん、お前たちが描く未来、期待しているぞ。はい、期待していてください。わかりました。孫悟の未来、私たちに任せてください。